よろしくお願いします。今日は一体私から安全安心な漁協づくり、推進会議の開催について、ご報告をいたします。昨年、漁協との協議の場を設けることにつきましてお伝えをしておりました。本日午後3時から小倉北区役所8階会議室におきまして、第1回目を開催いたします。これまで漁協関係者を取り巻く一連の事件の発生や報道などを契機としまして、北九州市内の漁協が北九州市暴力追放推進会議に加盟をして、またその後新体制となった組合長からも暴力団排除に努めるといった発言もありまして、暴力団排除の機運も高まっていると考えております。本日としましては漁協を最大限バックアップいたしまして、監督行政庁であります県と連携をしながら漁協のイメージ向上に向けた方策などについて忌憚のない意見交換を行う場を設けたい、それが安全安心な漁協づくり推進会議の設置の趣旨でございます。構成メンバーですが、市内5つの漁協組合長及び漁協支所の地区代表理事合計17名、また福岡県の関係部局本市の担当部署で構成をいたします。この推進会議の開催を契機として漁協関係者県市の連携が深まり、漁協や本市のイメージアップが図られ、ひいては漁業の発展につながることを期待しております。それではご質問を承ります。はじめに幹事社の NHK から、ね、ちょっと改めてその今回、その3社で協議をする場を設けなければいけなくなったその背景といいますか理由については視聴者どのようにお考えですか。それは漁協に関連して関係者が事件に、遭遇するといったことを契機といたしまして、議会やあるいはマスコミでもこの一連の報道がなされてまいりまして、社会的な関心が非常に高まっているいたということがまず背景にあります。その中で、漁協の新しい組合長からもですね、暴力追放に、これからは努めていきたいといった発言もありまして、この機会に漁業保障の透明化に向けた新たな取り組みやコンプライアンス規定の導入などですね、課題がいくつかあるかと思います。そういうことも、これからご相談をみんなでしながらですね、そのことがこの漁業の発展にもつながりますし、多くの市民各界から関心が寄せられていたこの課題について前進をすることにつながる、このように考えています。幹事社は以上です。関連してなんですけれども、先日、一連のですね、去年の5月に発生し、交換企画に発生しましたの歯科医師の襲撃事件というのに関連して、実行犯含む9人が逮捕されたという、リスクがありました。実行犯が逮捕されるっていうこと自体、これまで一連の彼らの関与が疑われる事件の中で、難しいことだったかなというふうに思うんですけれども、という点を踏まえて市長の受け止めを聞かせてください。暴力団が関与しているのではないかと、そのように、言われてきたこの未解決の事件につきまして、警察当局が、懸命に捜査をこれまでしてきたと思います。その過程でですね、犯人検証が進んでおりまして、警察公安当局におきまして、
暴力団排除に向けて懸命に頑張っているということを改めて心強く感じております。全容の解明はもとよりでありますが、まだ未解決の事件もあります。そしてまたこの市民をこれからもしっかりと保護していくと、こういった課題について、警察がこれからも力強く頑張っていただきたい、そんな思いで今持っているところであります。この会議は第1回とありますけど、定期的にどういう回数を開いて、どういった成果をいつぐらいまでに目指すみたいなスケジュールとか目標はありますか？やはり監督官庁があります県もまた市も漁業関係者みんな入って、先ほど申し上げましたように、漁業保障の透明化とかコンプライアンス規定という、そういった課題も含めてこれからご相談をしていくわけでありまして、またその過程におきましては、この防灰公演というそういう学習会なんかも開かれるだろうと思います。でそういう一連の過程を踏まえながら一つ一つ成果を出していきますので、いついつまでにこういうテーマについて結論というふうに今はまだお答えするに至っておりませんけれども、これまで立ち上げに向けまして様々な意見交換も行ってきております。やはり多くの関係者が関わりますし、非常にその合意形成に向けて、慎重に時間を要しましたけれども、ここまで来たわけでございますので、その信頼関係を大事にしながら、いい成果を出していきたい。先ほど申し上げましたように、このコンプライアンス規定、あるいは漁業保証金をめぐりまして、いろんな報道もありました。そういった意味では、漁協のイメージアップ、漁業の発展という意味からもですね、ぜひいい方向性を確認をしていきたいと思いますので、スケジュールにつきましては会議を守っていただきたいと、今日は第1回目でございますので、そのようにお願いをしたいと思います。よろしい、はい。漁業保障の透明化についても配分先を明確にするってあるんですけども、これは具体的に どの組合員に配分したかっていうものを市の方に出力させるというようなイメージでよろしい。まだこれから17名と先ほど申し上げましたが、県や市や漁協関係者の集まりの中で検討を深めていくことになりますので、具体的なイメージを固定的に語ることは避けたいと思いますし、これからいろんな議論をよくして深めていきたいと思っております。その中でこれは議会での質疑でもございましたけれども、本市の事業につきましては、漁業保証をする場合がありますが、その配分先のである漁協からですね、各市町までの配分表の提出は受けておったわけでございますが、それ以降最終的な配分先を市では把握しておりませんでした。把握できなかったわけでございます。この中でですね、本市の関わる漁業保証契約におきましては、配分先を明確にするなど今後透明化できるような方策が必要ではないかと、市としては考えております。で、こうした問題意識に対して、漁協関係者やまた監督行政長である県も含めて、合意ができるかどうかという、議論をこれから深めるわけでございますので、ぜひ会議のそういった進行を守っていただきたいと思っております。すみません、これまで、関係漁協と意見交換してきている札幌市長の方がおっしゃられましたけれども、その中でもこういったその市としての提案というのはされてきているんでしょうか。そしてそれに対する、前向きな回答とか逆に反対意見とかどうか。率直な水面下での、ご相談でありますので、
詳細については控えさせていただきますが、まあ、先ほど申し上げましたように、この推進会議を開くにあたって協議事項として先ほど2つ申しました。その1つが漁業保障の透明化に向けた新たな取り組みと、そしてコンプライアンス規定の導入でございますということで、漁業保障の透明化に向けた新たな取り組みというところで大枠としての基本方向についてはですね、さまざまな意見交換をしてまいりまして協議をしていこうということにスタートラインに立てるのではないかと思っております。その具体的な中身につきましては会議を守っていただきます。はい、今回この漁業保障の透明化とコンプライアンス規定かなり踏み込んでいる力 の, 要望だと思うんですけれども、その前提としまして、今までその市の港湾事業が暴力団の資金源になっていたというふうに認識した上での今回の踏み込みと考えてよろしいんでしょうか。私どもは最終的な配分先を、把握しておりませんでしたので、そういう例えばメディアの報道の中で、そういうことはなかったのかという、そういう趣旨の問題提起があったことは承知しておりますが、現実にこういう所得がある場合には税について、具体的にルールが定められておりまして、でもしそこで何か法令に反するようなことがありましたら、それは税務当局は当然把握し、それを動いているわけでございまして、そうしたことからいたしますとですね、断定的にですね、その流れていたというふうに、そういうご意見が仮に寄せられたとしてもですね、我々としてはまずそういった配分先のあれをよく承知していなかったし、税務当局がいろんなさまざまな当局の動きも勘案したときにですね、そういう問題提起があったことは重く受け止めますけれども、断定的に申し上げる根拠は持っておりません。表面上は使途不明金はなかったという認識であるということですか。税務上変な部分はなかったというのは。そうですね、実は、税務当局は個別の案件についてはですね、市から紹介をしたとしてもですね、非常に慎重な情報扱いをされておりますので、確認をしたというわけではございません。ただやはり法令上の違反とかそういう問題があればですね、税務当局は当然動いているだろうという、その認識に立ってですね、申し上げているわけでございます。したがって税務当局はこの問題についてこういう判断を持っているということを言っているわけではないんです。あともう一点、この漁業保障の透明化とコンプライアンス規定というのはですね、漁民 の, その補助団体的意味合いを持つその漁協のですね、市でも昔前おっしゃってたその経営者の自由に踏み込むような部分というのがあると思うんですけれども、その辺で の, その市の考え方の変化というのはあるんでしょうか。いろいろ漁業保障やさまざまなこの一連のテーマについて議会では今週の基本的な考えを述べておりますけれども、それが変更されるとかそういうことはないわけであります。ただ今回漁協の皆さん方ともずっと相談をしてまいりまして、保証金の一部が、そういったところに流れているんではないかという、噂もありますので、やはり漁協自体のですね、イメージアップのためにもですね、その機会に新しい方策を一緒に検討しませんかと、こういうふうに、ご相談をしてきてですね、それでは一緒に協議しましょうというところに来たわけでございます。先ほどのご質問にも関連するんですけれども、そのようないろんな声がありましたので、これは漁協自身のイメージアップのためにもですね、ご理解を今回いただいたのではないかというふうに思います。ぜひそういう目でご覧いただきたいなと私は思います。今日の初回会議で、それ市側のこの提案を漁協側と合意するような場面になるわけです
まあ、それはあの今日の第1回の会合でありますが、あのお手元に、まあ、その件に関するあの報告ペーパーを出させていただいた通りなんですけれども、あの先ほど申し上げましたように、やはりこの社会的関心の非常に高い問題であって、この先ほど申し上げました2つのテーマについては、これからも協議を深めて方向性を出していこうということになると思います。ただそれぞれについてですね、あのどこまで具体的に第1回の会合で完結して、結論に至るかというのは、それはあの、1回で終わるわけではありませんので、まずは共通の、まあ、問題意識を確認をするということが大事だと思っておりますので、ウクライナ危機への定義があるんですが、それはこれまで市内の国防知られた5漁協に反社会的勢力の排除や対応を定めたそういうのは内規がなかったということなんでしょうか。今はコンプライアンス規定というのは行政はもとよりですけれども、民間につきましても、例えば金融でありますとか、コンプライアンス規定を導入する動きはどんどん進んでおります。それは市内はもとよりですけれども、全国的な流れになっているというふうに考えております。漁協につきましても、すでに水産庁の方から、これは平成25年でありますけれども、漁協向けに総合的な監督指針が示されております。これを受けて26年の9月に福岡県の漁連などから各漁協組合に対しまして、コンプライアンス体制の確立、不祥事件等の対応に関する規定の制定を働きかけているとこのように聞いております。したがいまして、こういった流れというのは全国的であって、漁業関係についてもすでにもうそういった検討は始まっているということでございます。で、まあ、こういった流れを受けて本市としましては、この機会にですね、それぞれの関係する漁協がぜひ主体的にですね、反社会的勢力などに対応したコンプライアンス規定を導入することでですね、この暴力追放の機運が一層高まるということを期待しておりまして、まあ、その取り扱いについて協議をするというスタンスであります。すみません、恐縮なんですけど、ということは結局なくて、今規定に向けて、県漁連の方でも準備を進めている段階というところですか。まあ、これは県漁連の方の方にお問い合わせいただけるとよろしいのでありますが、県漁連の方もその反社会的勢力への対応指針というものを内規で持っているということでございまして、組織的にはこれまでに検討はされてきているテーマだというふうに聞いております。まあ、今の段階ではないんじゃないかというふうに思うんですが、今の段階ではきちっと決めたほうがですね、まだ例えば何て言うのがどう大丈夫かというのは伝わりました。だからその数でそういった流れの中でですね、一回しっかりしていくことができます。すみません、もう一つ、市の港湾事業で、別に海は北九州市内の漁協だけじゃなくて、その市外の漁協のその管轄に入る可能性も出てくることがあるかなと思うんですけど、例えばその市の境目のところの開発で、漁の影響ということで漁協保証が市外の漁協にも保証金を払わなければいけない事案というのが出てくる可能性はあるのではないかと思うんですが、そこでも同じような取り組みをされる。先ほど5つの漁協、17台の職、ね、関係者が入るということですが、県の
行政担当者も入りますので、まあ、もしそういう事案が起これば機動的に対応、まあ、県も入っておりますのですることになろうかと思いますが、担当者から補足があれば。今回の取り組みにつきましては、まず市内のそれに対して新しい取り組みはできないかという形で今考えているところです。で例えば前回の方 の漁業補償というと今近々近々あるわけではないんですけども、まあ、そういうのが発生した時には前回一つの共同漁協権という形で市外の漁協も関係するところがあるわけなんですけども、まあ、それについてはそういった事例が発生した時点で再度もう一度どういったことをやっていけばいいかというのを考えていきたいというふうに思っています。とりあえずはまず市内の漁協でこの取り組みは考えていきたいというふうに考えています。念のためなんですけども、まあ、こう海をめぐるその、まあ、利権とかですね、漁業保障をめぐってですね、いろいろ、まあ、その暴力団 のいろんな凶悪犯罪 の背景になっているというのは、県警もそういうふうに見立てているわけです。今回 この動きではですね、そのいわゆるその港湾開発とか埋め立てとか工事、そのあたりの話っていうのは含まれてこないんでしょうか。今回スタートする会議というのは漁業関係者ということにしております。すると、まあ、お金の面でいうと漁業保証金がそのいわゆる暴力団反社勢力に流れることがないよう透明化していこうと、まあ、これまでも流れてたことを確認されたわけではないんですけども、いろんな噂がとかその見立てがある中で、そういった動きが誰から見てもないですねっていうのをはっきりさせていきましょうと、そういう趣旨なんでしょうか。趣旨については先ほど私が申し上げた通りでございます。法令に反するようなことがあれば警察はもとより税務当局もそれを把握して対処しているわけでございまして、正直言って事実関係はどうかというのを我々が断定的に述べる材料というのは持っていないわけです。ただ漁業全体の発展のために、また水産業で一生懸命頑張っていらっしゃる方々のこれからの活躍のためにもですね、いろいろと噂が出ている問題についてはこの機会にみんなで相談をしてですね、そして主体的にコンプライアンス規定の整備だとか、あるいはその透明なこの仕組みというものを一緒に作っていこうと、という趣旨でございます。ちょっと確認なんですけど、さっき言った港湾開発工事の方、これはこれまで その市の防災条例に基づいたその入札からの排除だとか、そういう既存のスキームを使って防災を進めていく、そういうことでよろしいですか。港湾開発関係についても、暴力中央推進会議のメンバーに参加をして、足並みを私どもと一緒に揃えて対応しているというふうに思います。はい、港湾開発工事の方につきましては、もうすでに既存に、例えば契約の時には防災情報とかを盛り込みまして、そういった関係者が工事に入らないような状況を考えておりますので、既存の取り組みの中でそれは今のところは進めているところで考えております。まあ、初めに既存のやり方で進めていくというふうにおっしゃられてたんですが、先日の歯科医の死傷事件の逮捕会見の中で、それでもその港湾開発への介入が狙いだったのではないかという警察当局から発表がありました。それでも既存の取り組みでは、不十分な点があるんではないかと思われるんですが、今後その既存の取り組みを今おっしゃったような基本の防犯の取り組みをさらにステップアップといいますか、改善されていくような考えというのは今のところはあるんでしょうか。暴力団排除につきましては、これまで、
警察、行政、事業者、市民一体となって取り組んできております。その中でいろいろとご相談をしながらですね、こうした問題を乗り越えるために、行政としましてもなすべきことをしっかりと対応して今日に至っているわけであります。今ご指摘になったような案件につきまして、私ども警察当局が一定の捜査資料、その蓄積されたものをもとにご発信されていると思いますが、私どもそれを詳しく承知はいたしておりませんけれども、これまで警察行政一体になってこういった反社会的勢力の問題に対応しておりますので、またそういうことが警察当局でも深い関心をお持ちということであればですね、当然またそれはこれまでもいろんな相談をしておりますし、これからも協議をしながらより良いものにしていく努力ということになると思います。それと工事の方では入札から排除するとかいうペナルティがあるんですが、今回の漁業補償とかいわゆるコンプライアンス、密接交際してたとか、過去には市漁協の理事が組合員という苦労の苦労会の幹部と密接な交際をしていたということで経験を公表していた事案もありますけれども、そういったことについてその漁業側に対するそのペナルティーみたいなものってこれの枠組みではあるんでしょうか。それはすみません、これだ今回 の取り組みについては、今回第1回候補からの第1回 の会議を行いまして、その中でどういった取り組みをやるべきかというのを決めていくような形になりますので、そういったペナルティーどうするかというようなところについても今後また協議しながら、考えていくことになったなと。それ財産権にアプローチするようなこともあり得るということですか。やはり今回の件に関してはお金が絡むことでございますので、当然財産権というところが出てきたので、その辺についてはやっぱり慎重に取り扱わないといけないところがありますので、その辺に配慮した形でどういった仕組みができるのかというので協議をしてまいりたいというふうに考えています。市長、その一つ事務的な話について質問なんですけれども、今日 の会議の取材でですね、首都圏の担当者の入りの様子を撮影できるというふうになっているんですけれども、この際担当者の顔は撮影しないでくださいと。これまで市長が先頭に立ってですね、こう暴力団配置を進めてきている中で、行政の担当者の顔を映すなっていうのがですね、若干理解できないんですけど、これはどういう趣旨なんでしょうか。行政はじゃなくて、これはいろいろと会議の段取りをしてきた担当者の方からお伺いさせていただきます。すみません、ありがとうございます。この実際してる分についてはですね、市の担当者については従来普通に撮影させていただいていたと思うんですけども、福岡県の担当者の方からの通報がありましたので、そこで、そういう表記させてもらっています。で、福岡県の方に確認したところですね、今回の一連の漁協関係者のやられるような事件が端を発してというところもあってですね、その辺を配慮しての回答でしたので、市の担当者についてはですね、撮影していただいても構わないかなと思います。その辺、足並みを揃えてですね、ある意味行政を先頭に立ってやっていく、もちろん警察のところ連携してっていう話だと思うんですけれども、その辺は、細かい話というか細かい話なんですけど、市長どのように思われますか。本市としましては、この安全安心の取り組みは市全体の発展のために重要な取り組みだと思っておりますので、我々としてはできる限り今回の場におきましても市民の皆さんに発信をしていきたいという気持ちはこれからも変わりませんが、第1回の会合に至るまで、時間は要しました。
多くの関係者と円滑な合意に達するまでに時間をかかったということでありました。そうしたところから、まあ、この今回撮影についてそういう要望があったと聞いておりますので、多少時間かかるかもしれませんけれども、まあ、そうしたことについてもですね、あまり心配しなくてもいいように早くなればいいなと思っております。いずれにしましても今日のその件については何とぞご理解をいただきたいと思っています。まあ、なんかちょっと若干違和感あるんですけど、まあ、今後こういう際にはですね、まあ、できるだけその県の担当者の方と説得してやっていただけるといいかなと思います。なんかよし話変わりますけれども、すみません。3月議会の大会も、参戦を始めた議会ですので、予算は暫定という形もありますけれども、その中で特に注力したい部分、何か具体的にありましたらお聞かせいただけますでしょうか。予算につきましては、議運との、その公開をする先例が あるということなので、これはあると話してもいいの、今日の時点にも話もうすでに報道済みの分が、はい、失礼しました。皆様取り上げていただいたあのプレミアム商品券、これはまあ、アベノミクスの効果は全部ではないけれども、確かに景気を明るくした一面があって、ただ個人消費は、地域経済にはまだまだ浸透がされていないという声もたくさんありますので、まあ、そうした意味ではこれは国県と一体になってですね、まあ、この個人消費の喚起に取り組むということで、市のこれまでのこうした商店街政策、個人消費喚起政策については極めて例外になる判断をいたしました。これまでは特定のお店にですね、お客様が集中するんではないかとかいう声もありまして、こういった商品券につきましては、それよりはむしろ同じ財源を商店街のお客様がたくさん来られるようなイベントを開催、そうしたことに力点を置いて対応してきた経過もあります。そうした中でありまして、今回はプレミアム 20% という中で、全面的に市も国県と一体になって取り組むという意味では、画期的な一つの政策であります。それから、保育士の確保については、これまで、年度途中における待機児童の問題が本市におきましてもかなりの数になっておりまして、しかし関係者がどんなに努力をしても年度途中で保育士が確保できないという中で、一体どうすればいいのかということを、まあ、ずっと考えてまいりまして、そこで、この予備保育士という、形でですね、国の基準よりも年度当初で確保しておきませんとお金かかってももう手に入れ替えられんということで、保育所の皆さん方も大変苦労して人材の確保に努めておられますので、そこに対してですね、我々も応援をするということを初めて打ち出すということがございます。まあこれから議会が始まりますので、まあ、地方創生ということは非常に大事なテーマでありまして、特に高齢化が一番進んでいると、でそして、人口減がずっと長い間歯止めがかかっていないという意味におきましては、まあ、政令市ということもあって大変注目をされている都市であります。まあ、そこで、まあ、私ども、例えば雇用につきましても未来ワークスタジアムという発想でですね、これは新しい
まあ、コンセプトの名前を取っておりますけれども、基本的には地元の青少年にキャリア学習をしっかりとその企業と一体になって取り組むことによってですね、親御さんや進路指導の先生も含めてですね、地元の企業にこれだけ魅力のある技術やいい会社があるということを再認識すると、そういったそのことをしっかりやっておきませんと、雇用をこれから増やしていきましても、結局市外から今6万人ぐらいの通勤者が来ているわけでありますが、市内の人口減に歯止めをかけるというのに至りません。まあ、そうした意味ではこうしたあの雇用創出に全力を挙げてきているんでありますが、新たにですねキャリア学習を地域一丸となって取り組むという事業は、これは地方創生の非常に重要な私どもの柱になっていくと考えておりまして、まあ、こういったことも取り組んでいるところであります。地方創生に関連してなんですけれども、先日は初めての有識者会議も開催されました。市長も2時間ぐらい出席されて県に耳を傾けられたと思うんですが、率直に1回目さまざまな意見出ましたけれども、どういうふうにその意見を受け止められたかというのを聞かせていただけますか。初顔合わせでもありますし、それぞれの専門の立場からですね、地方創生という、こういったコンセプトに対してどういうイメージや所感を持っておられるか、非常に個性的なご発言がいっぱいあってですね、これで、一緒に、同じ船に乗り込んでですね、いい政策戦略をまとめていくという、そういう共通認識が出来上がったんではないかと思います。でこれからはその論点をですね、一つ一つ、絞りながらですね、具体的に政策を練り上げていくという過程に入るんですが、その中でハッと思いましたのは、若い人たちに魅力のあるワクワクするような街を目指すということになろうかと。その時にどうして若い人はここに学生さんがいないのかとかですね、実は私自由大学の方にですね、一人ずつ選抜してもらってですね、学生さんも参加をしたような会を実は昨年のうちは考えていたんですけれども、それはまた別途若い方々と直接意見交換をする場というのがまた設けられることになろうかと思いますが、私ども行政もいろんな方のご意見を聞いて政策を考えてきてるんですが、パッとするようなそういう視点からのご指摘がいくつかあったと思います。それを一つ一つ重く受け止めましてですね、今後論点を一つ一つ、絞って練り上げるという作業に入っていきたいと思っています。その会議に追加で学生を入れるとか、そういう考えは今のところない。そうですね、またそれは実はここの15階でですね、時は市外から本市の大学に、通われている学生さんが10人以上集まりまして、で私もそこでお話を聞きました。ほとんどは女子大生の方が多かった。で実に印象に残りましたのは、一言ずつこの町についての印象と期待を述べてほしいという問いかけに対して、ほぼ全員が同じことを言いました。それはですね、事件があるたんびに親元から心配の電話がかかってくると。でもいつも親に言っているのは、大丈夫と、体感治安は決して悪くないと。でそういうのを通じてつくづく思うと、この町はいいのがいっぱいありながら、市外に対してはそういうイメージダウンの情報発信がいっぱい結構国民の頭に残っているんではないかと。そのイメージのギャップに改めて驚いていると。でそれを何とかすることがこの町の発展の第一の課題ではないかと、ほぼ全員が同じことを言われました。で私も深くうなずいて聞いておりました。有識者会議におきましては、若い人がワクワクするような、あるいは集まるような、そして人口減に歯止めがかかるような議論がありましたが、そうした課題について発言はなかったわけであります。私は若い人というのは学識経験という意味においてはいろいろあるかもしれません。まだその過程に、成長の過程にあるかもしれませんが、
そうした若い人たちの直接的な思い声をどこかでしっかりとあの会議で受け止めるという必要があると考えています。ぜひそういう場面を設けたいと思います。あるいは初任給が少ない、だから他の町へ行くという声もありました。そういう率直な意見というものが今会議の前提で必要だと思っています。よろしくお願いします。よろしいですか。はい、ありがとうございました。